んです。本日はお暑い中をお越しくださりありがとうございます。美濃の中学生高校生の熱い演奏はいかがだったでしょうか。私もありがとうございます。私も舞台袖で聴かせていただいたんですが、どの学校も素晴らしい演奏だったなと思いました。本日演奏する曲を紹介します。1曲目は大阪でも今週から始まりました全日本吹奏楽コンクールの課題曲、水口徹作曲マーチペガサスの夢です。2曲目は鈴木英二作曲カンテスソナーレです。題名のカンテスは歌、ソナーレは響きの意味があります。題名に習い歌と響きを大切に演奏したいと思います。3曲目は松田聖子ヒットメドレーです。ハートのイヤリング、赤いスイートピー、ロックンルージュ、スイートメモリーズの4曲をメドレーで演奏いたします。私は今年で20歳になるのですが、このメドレーが発表されたのが1985年なので知らない曲がほとんどでした。で、この前初めて松田聖子さんの歌うハートのイヤリングを聴いて、通学中の BGM にしてしまうくらいハマってしまいました。はい、で、松田聖子さんの歌声松田聖子さんの歌声とっても優しくていいですよね。人気があったのも納得できました。それでは本日の指揮者を紹介します。当楽団の副指揮者野口優希です。野口さん、どうぞ。皆さんこんにちは、美濃ステーションレスリー作団です。本日は、お暑い中お集まりいただきありがとうございます。先ほど、本楽団の紹介をしたのが副団長の玉城と申しますが、初司会で緊張していたと思いますので、多めに見てやってください。はい、今日ですね、本来であれば、当楽団の音楽監督兼常任指揮者の竹本雄一が、本番を振る予定なんですけども、ちょっと実は今年度から、岡山の、岡山三陽高校というところで、教鞭を取っておりまして、本日は野球応援で、来れないということで、急遽代打で、指揮を振らせていただきます。先ほど玉城から、紹介がありました3曲、ちょっと長くなりますけども、最後の松田聖子のヒットメドレー楽しんでいただけたらなと思います。また、大阪府大会に向けて、我々も、中学生の皆さん高校生の皆さんと一緒に、ペガサスの夢、また美濃水はカントゥスソナーレという曲で、府大会また関西大会に、関西大会にかけて、挑戦したいなというふうに思っております。本日まだ、完成していないところも多々あり、お聞き苦しいところもあるかと思いますが、精一杯演奏しますのでよろしくお願いいたします。
物のない